ハゲ新見南吉。月が真上に昇ったので木の影は黒くなり、屋根は鏡のように白くなりました。一本の木の枝からひらひらと落ちてきたものがありました。それは今まで木の枝で眠っていたカラスでした。カラスは土の上に足がついたとき驚いて目を見張りました。カラスの下にくっきりと真っ黒な影が映っていたからです。カラスは今までにこんなにはっきりした影を見たことがありませんでした。まるでその影は生きているようでした。こうこうこらこらとカラスは自分の影に呼びかけました。けれど影は何とも答えません。ただはいはいというように口を開きました。お前は生きているのかとカラスが聞くと、私は生きていますと答えるように口を開きます。それでは飛ぶことができるかとカラスが聞けば、影はいいえ走ることはできますと答えるようです。何？走ることができる？それでは俺と競争しよう。俺は空を飛ぶ、お前は地べたを走る。いいかい？ほら、丘のこちらに小さな森があるだろう。あそこが決勝点だ、とカラスは言いました。影も何か言っているようでしたが、カラスはそんなことには頓着なしに飛び立つ用意をしました。見ると影も走り出す用意をしています。よーい、ドンと言ってカラスは飛び立ちました。影も走り出しました。カラスが空から見下ろすと、真っ暗な影は畑の畝の上を波の上の木の葉のように上がったり下がったりしながら走っていました。なかなか速く走っていました。カラスは負けそうになってきたので、一生懸命に飛びました。すると影もどんどん速く走ります。これはいけないと思ってカラスは目くらめっぽう羽を動かしました。ところが影の方でもむちゃくちゃに速く走るのでした。とうとうカラスは体中の力がみんななくなった時、決勝点のところにひらひらばったりと黒い手袋のように落ちました。すると影もカラスと一緒に決勝点についていました。カラスは、はぁはぁと息を切らしながら、一緒だったと言うと、影もくちばしを苦しそうに開いたまま、一緒だったと言ったようでした。次の朝、森へ木を切りに行った木こりが、森のそばの草原の上にカラスが一羽死んでいるのを見ました。